3000もう一回3000円。便の異物チェックとそれから寄生虫と両方見ますね、今日のは。これ何週間目なんだ。これで厳重症だ。そうでしょ。週追加、あそこから追加が入ってますね。うんちはもういつもああいう感じのうんちしてます。もうちょっと柔らかい時もありますね。うん、はい、ここ2、3日うんち1日も行かないんですけど大丈夫ですか。まあ量はそれなりに出てれば大丈夫です。食べるのは減ってます。うん、すごいよく食べてます。よく食べてます。ちょっと映ってないな。帰ってきました。ちょっと見せてください。21日から食べてるのがドライが40、あれ25じゃなかったっけ。25だったんですけど、25だってそんなに食べずにいつも残してるの。20が2回ね。ほんでこのウエットはワンパックを半分に分けて朝晩ね。これが40g が2個。これでもワンパック。黒字です。これ1個。まあ体重も一応50だけど増えてるから、1日1回出てればいいさ。これ24時間でないとなるとちょっと嫌ですけどね。ごめんねちょっと顔見してください。石崎くん、FT と異物チェックやって。で、FT の直接が出たらもう原虫のチェックするからさ、見たいですね。それが一番見たいですね。そうですね。ルナちゃん。ルナちゃんごめんね。もうちょっと入れてお掃除するよ。綺麗だ。首の後ろちょっとしっかり持っててね、多分嫌だからね。はい、ごめん。まあ1週間だからそんなには出ないけど、まあでもやっぱ出るね、ちょっとだけね。こんなぐらいですね。こんなぐらい出ました。はい、ちょっとお尻きれいにします。はい、ちょっと冷たいよ。それは1回より2回の方がいいですね。1回に今何秒やれてるんですか。2分ぐらいやってます。あ、いいですね。あ、すごい。全然
やられないでますね。これ分かるんです。うちでやってる子はここだとここでもやれるか、やられないない人はもう顔を振るしさ、なかなかすごいね。あ、すごい、歯の裏もやれる。撫でるぐらいだけど、やれるんや、歯の裏も。えらい。いいね。それをさ、続けてくださいね。ちょっとウエット食べさせてるから、うん、2回やった方がいいのかな。やった方がいいですね。はい。この子、これが好きだから助かるよ。なんかご褒美代わりになってるもんね。もし、高専勝者、はい、100がいくよ。なんか。はい、ごめん、ね、ルナちゃん。ちょっとあったかい。で、まあ、要は光線照射療法って光が4センチ中まで入ってくるんですよ。そう。だから、それでまあお腹に当てて、お腹の胃腸の血流を良くして、機能とかで。僕、まあ、眼球症見てもなんか変なもん食べてたじゃないですか。だから、それでちょっと胃腸の機能が落ちちゃう可能性があるから。喋ると面白いね。めっちゃ可愛いね。性格が丸くなってきましたか。ていうか、こういうことに慣れたんじゃない。治療されると諦めろ覚えました。諦めろ覚えた。はい、いいよ、話して。はい、じゃあちょっと固執してください。全身事故を出しにしなさい。これももうない。あれ、チェック表でまだ1枚あります。お家にあります。あります、はい、今日まだ作ってないです。じゃあ便の結果はちょっと特に現地の検査の結果は今出しますので、うん、はい、でもまあ薬はまだ飲ませてもらいますから出しますよね。一回話していい、全部話して。そこまでね、足を押さえるのもいけますよ。この辺とかもやった方が、あんまりこの辺をやらせてくれないんですよね。やった方がいい。この辺がここって毛玉になりやすいところなんですよ、うん、そう。だからハンドフィーディングしながらでもこの脇のとこね、からお腹の方も、それからあとここも押してまいり、尻尾の表と裏側。でも結構ブラッシングしてますよね。そうか、してますね。だから綺麗だもんね。そう、こういう感じで維持しておいてほしいんですよね。それでも骨が取れる。はい、じゃあいいですよ。お願いします。直接来た。じゃあちょっとそこで待ってください。こっちも止めていいですか。はい。